はい、皆さんこんばんは。今日は、荒野行動をやっていきたいと思います。それではですね、まずログインをいたしまして、待機所にいます。ちょっとね、実験のためにこうブラブラしてます。野球場にバットがあったんで、それ、取ってみました。あとはこう実際にね、操作慣れるためにここの練習場で、動き方をマスターしていきたいと思います。はい、今ですね、走ってきたんですけれども、これはですね、ダブルが前進ですね。シフトを押しながらダブルを押すと速く動きます。あ、それからこの次に地図ですね。 M ボタンを押すと地図が出てきます。で、地図上にクリックするとこういう緑色のピンマークが出ますね。はい、そうするとですね、ピンマークを入れますとですね、画面中央の上部にですね、そのピンマークがどこにあるかですね、向きの方ですね、示してくれることができるようになります。はい、では画面の真ん中にですね、この時間が現れてきますが、カウントダウンになってますよね。そうするともう始まるまでの時間がですね、決まったということですね。参加者50人ですかね、が揃うとこのような形になっていきます。で、ちょっとね、敵みたいな姿がこう見えるんですね。これどんな姿をしているのかちょっと近づいて見てるんですけどね、それまで始まっちゃうかな。あ、これね、川の向こうだった。行けないということで始まっちゃいました。で、ヘリコプターですね。で、地図でですね、行きたい場所にピンマークを打ってますね。新宿というところですね。で、ヘリコプターが一番近いところまで待ちます。そうするかな。で、Fボタンを押すと、パラシュートって感じ、要は、降下に入ります。で、ここでダブルボタンを押すと急降下というか行きたい方向に向けてですね、急速に移動してきます。斜めにね、横に飛んでっていうのも分かるかと思いますかね。で、それから次パラシュート、 F ボタンを押すとパラシュートを押せるんですけど、ある程度の高度になると勝手に開きますんで、これはね、F ボタンは押す必要はないと思います。で、目的の新宿1丁目付近に降りてきました。あ、これね、ステージは東京です。まあ完全東京ではないんですけどね、東京風な感じですね、都会で。で、まず地上に着いたらすぐにですね、まず武装するということですね。やはりですね、敵がね、潜んでるんですよ。それが狙撃をされますので、まずいろんなアイテムを拾いまくるというところが必要です。できればね、銃を早く手に入れたいところですね。はい、でね、どういうところにあるかっていうと、こういう建物の中とかはね、その中でも行きづらいところにいいアイテムがあります。で、まず今リュック取りましたね。リュック取ると多く物が拾えます。とりあえず慌てて今拾ってますが、今サブマシンガンを取りました。これあるとね、とても乱射するのにね、接近戦で乱射するので、有利に戦えます。ズボンを脱ぎ捨ててあるんですけど、これいらないですね。はい、手榴弾、これもね、使えます。結構使えますね。まずはね、武器をかき集めるということですね。はい、これ銃のストックですね。こういうね、小物が必要ですね。絶対必要なのはまずね、メイトとリュックと、あとこのアサルトライフルはね、かなり強力なのでね、ぜひ、まず早めにトライ、手に入れたいですね。リュックと、あとね、回復ツールですね。はい、撃たれた時に、ただ撃たれたらすぐにね、かなりね、消耗してきますんで、ほとんど使えないんですけどね。で、これで、タブボタンを押しますと装備を見れますね。今のところはアサルトライフル、短機関銃と拳銃を持っています。で、その中でね、
組み付けられるものがありますので、拾ったアイテムからですね、所持している銃の改造を行っていきます。まあ、行うことができます。ダブルボタンですね。で、あとはね、いらないのはどんどん捨てていってしまって、持てるアイテムの量っていうのは限られてますのでね、なるべくいいアイテムを拾っていくということですね。はい、いい銃を持つことができましたね。まあ、大体このままで、このぐらいあればね、いいですね。あとは移動しながら、まあ、今スコープがないんでね、ちょっと不利なんですがね、これね、ぜひね、スコープはね、手に入れたいです。大体敵はね、遠距離から狙撃してきますので、だから遠いところをの、覗けるですね、スコープ、望遠鏡が必要ですね。今ちょっと持って、今日はちょっとね、取れないんですけど、ショットガンはね、実はあんまりいらないかもね。できたらね、狙撃用の、ライフルとアサルトライフルですね、の組み合わせが一番いいんじゃないかなと思いますね。なかなかね、落ちてるのを拾うんですけど、なかなか見つからないんだね。で、このね、荒野行動の一番大切なことは、まだ現れてきてないんですけど、危険地域が現れるんですね。で、そこに入ってしまうと、一挙にね、ダメージを受けてしまうんですね。この今地図がありましたけど、白い丸の中にいないといけないということですね。で、急いでね、移動しなきゃいけない。ちょうど今車を発見したんですね。で、これ F ボタンを押すと運転することができます。で、地図を見ながら目的の場所を目指します。車なんですけどね、これはもう道路じゃなくてどこでも走っていきます。ただね、崖に落ちちゃったりとか岩にぶつけたりとかすると車も破損しますので、まあ、慎重に。で、車を乗ってきて、で、敵の銃の音が聞こえましたので、まあ、車を遮蔽物としてね、利用して、で、いなかったらまた戻って、で、安全地帯の中心へ向かいます。あ、これ塀はね、ぶつけちゃってね、乗り越えられないんですね。はい、ちょうどね、ほら、丸い、白いこの丸の中にいればいいんですが、これがどん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 小さくなってきます。はい、で、画面のね、左上に人数が出てですね、今49人とありますが、これがね、0になって、1人になったら、まあ、終わりですね。で、この敵と戦うことも多いんですね。狙撃されることもよく多いんですけど、この白い丸の外側にいて、で、それで勝手に死んじゃうっていうことが実は多いですね。まずはね、まず、この丸の中にいて、生き延びることですね。それが最優先です。戦う。武器を持って戦う以前にですね、そういうところがね、必要なところですね。で、安全な場所が見えてきたんですが、街の市街地になってますね。で、ここに入っていくのに、やはりね、敵がいないかどうか、まずね、銃声を聞くということですね。銃声を聞くということで、待ちます。で、何でもなければ降りてきて、で、なるべく低い姿勢ですね。低い姿勢で近づいてきますね。まあ、このぐらいまで来て、あと地図を見ながらですね、仲間がどの辺にいるのかっていうのを気にしながら。やっぱり単独で戦うとね、どうしてもやられやすいので、味方の位置を確認しながら移動します。ここに物資があります。ここに物資まあ、があり東ます。京のステージなんですけどね、なぜかこう戸建てで、しかも田舎風の戸建てが結構多いと。で、まあ、土足にどんどん入っていっちゃうということですね。で、また突き抜けていくと、人んちを。はい、だいぶね、白い丸が小さくなったと思いますけど、はい、
そうすると、現在、なんか増えてますね、人がね。だいぶパラシュート降下したようですね。それでもね、だいぶ円が小さくなってきてるんで、すぐにね、減ってきます。なるべくね、円の中心に移動するということと、それと、建物の中に籠城する形ですね。それで、なるべく敵と合わないということですね。敵と合わないようにして、で有利なのは、高いところから下、低いところを狙うと当てやすいんですね。だから、あと下から低いところが高いところを打つのはなかなか当たりにくいんですね。なるべく高い建物の中に潜むということが大切です。で、時々ね、内容物、持ってる内容物を確認して、こういう栄養ドリンクなどはなるべく飲んでしまって、エネルギーをね、最大限貯めておくというところですね。はい。で、こういうパラペットのところに、中腰で潜んで適応を監視してるんですね。それから、地図を時々開いて、どんな位置にみんな来てるか確認しておくということですね。で、この白い円の中に必ず入ってるということですね。入っていないと、どんどん減ってきます。さっきもね、80何人だとか人がこう減ってきてますよね。もう秒読みでどんどん消えてますけど、これ円が小さくなってね、来てる。ね、急に小さくなってきてるっていうことですね。銃をかばいながら周りを監視する。スコープがあるといいんですけどね、今のところ落ちてないので。で、この建物をね、いろいろどう利用できるか確認しながら、ね、もし敵が現れた場合ね、どのようにね、隠れたらいいかって、こう、できればこれパラペットがあるところね、これはちょっと有利ですね。探索しながら落ちてるものも確認するってことも、まあ、ズボンはいらない。ね、うん、探索しながら、有利な位置、高い位置から見下ろして、ね、で、時々地図を見て安全なのかどうかを確認します。空の青い空がこうやって金色に光る壁のようになってますよね。あれが危険地帯ですね。あれがどん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 近づいてくるんですね。で、その円がすごい小さくなります。最後はね、誰か敵と二人っきりになりますね。最後までありがとうございますけど。周りに敵がいないかですね。どこから撃ってこないかね。上からこうやって見下ろして探すんですね。で、時々場所を変えるということね。ずっと同じ場所にいると急に撃ってきますから、時々動くってことですね。逃げるときはジグザグに走るということです。まっすぐやられると、逃げる場所を予測されてしまうんですね。そういうことも考えながらやるということですね。位置を、動き方を決めるということですね。で、落ちてアイテムも必ず拾う。持てるものはできる限り持つということですね。だいぶね、減りましたね。100人いたのがもう33人なんで、戦わずして、みんなね、これそうなんですね。戦わずしてどんどん消えていっちゃう。で、要は移動して逃げるんですけど、その危険地帯からね。それがほとんど、生き延びるコツですね。地図を見て、で、円形ですね。で、あと、急に移動することになりますので、こういう車を近くに置いとくという、車とかバイクをですね、近くに置いとく。もうだいぶ円が、白い円が小さくなりましたね。一挙にね、減ってます。で、今、私はこれちょうどね、円の、ど真ん中ぐらいにいますから。ね、このようにね。
そうすると敵が近づいて、一挙に近づいてくるということですね。今22人まで減ってきました。もうあと一挙にね減りますよ、これ円が小さいですから。で、敵といきなりありますからね、こう壁とかを利用して、建物の外をちらちら見ます。で、味方の動きもどう動いてるか、敵と出くわしちゃってるかもしれませんのでね、そうするとどっち方向に逃げていっているかっていうのも観察しておく必要があります。こういうね、民家の中に隠れてると、なかなかね、見つけにくいので、生き延びるのに有利ですね。はい、この地図で見た通りですね、円の真ん中に集まってきてます。ほら、車で来てたら早いなと思ったら、で、3人乗りぐらいですね。で、ザンが今8人ですから、私を引いて、7人まだ生き延びてるということですね。で、これ手前3人いるということですね。他に4人どこか隠れてます。味方といえども撃ってくるかもしれませんので、ね、気をつけて銃は向けておきましょう。なんかジグザグに動いてますのでね、3人、おそらく正面の3人は建物の向こう側にいるんですけど、まだ逃げてる状態ですね。安全な場所を探してるんですね。じっとしてないですね。こういう時はある一人決めて狙撃の準備 に観察しているということですね。必ず人間というのは癖がありますから、逃げるのに右行く左行くってパッと判断しますの でそうすると潜在的にね、同じ方向に行くという癖がついちゃっているということですね。それを見とくということですね。はい、もう今4人っていうことですから、自分を引けば3人しか残っていない。100人中だと3人いるっていうことですね。はい、もうほとんど円形で、敵味方もこの中にもう残ってないということですね。もう大丈夫かな。アイテムを先に取って、撃ってきましたね。やられた。急に撃ってきた。で、2位終わりだったので、敵と2人きりだったんですね。はい、で、今まで、ね、23人、一応いい位置で、実際に敵も見てないし、銃を射撃してないので、実感ないんですけどね、一応第2位ということになりました。はい、まあ、ほとんどそういうことなんですね。これは敵と戦うというか、逃げおうすってことですね。が重要です。はい、では以上ですね。今日は荒野行動を紹介させていただきました。はい、とても楽しいゲームです。